はい、2月2日の金曜日、午後4時に今なったところですね。今日の日経平均株価はですね、まあ、アメリカ株も、まあ、今日は高かったということもありですね、まあ、堅調に、まあ、推移していましたが、まあ、5番にかけて最終的にはですね、ちょっと伸び悩んで、まあ、日経平均は146円高、トピックスは 5.64 ポイント高、グロス市場250指数は 4.47 ポイント高ということで、まあ週末、まあプラスにはなりましたけれども、今日一日の中ではですね、やや伸び悩んだ印象が強かったですね。まあ日本もアメリカも今決算発表が、まあ、目白押しになっていて、まあ特に今朝方、まあ日本時間の今朝方に発表になった、まあアップル、アマゾン、そしてメタの決算、まあどれも良かったんですけれども、まあ時間外取引でメタは 14% ぐらいの値上がりになりましたが、まあアップルは多少下がったと。まあしかしアップルの決算はですね、iPhone がこれだけ売れてるんだっていうのはむしろびっくりしましたし、前年同期で 6% 伸びてましたね、iPhone の売り上げが。で、特に中国で落ちてるのはいいんですけれど、日本での売り上げは 15% も伸びていて、あんな高い iPhone をね、日本人は本当にボンボン買うんだなっていうのは、まあ、びっくりしましたね。やっぱり日本の消費の強さを、まあ、表しているなと思いました。また、三越伊勢丹の決算を今日日本で発表になったんですけども、ものすごい素晴らしい決算になっていて、まあやはりそのインバウンド関連の銘柄って、まあ一旦ちょっと伸び悩んではいたんですけれども、この三越伊勢丹の決算をきっかけにしてですね、またやっぱりインバウンドが改めて見直されるのかなと、そんな感じもするぐらいの今日の、まあ、三越伊勢丹の決算の内容でしたね。まあ一方で、商社株、まあずっと人気化した商社株、まあ三井物産が、まあ今日決算発表しましたが、まあどれも予想に届かないという形で、まあ、株価は 3% ほどの下落になりました。まあいずれにしてもですね、予想をはるかに上回る決算が出て、いい決算が出てくるとぐわっとこう株価は伸びるけれども、予想通りぐらいならあまり伸びない、予想を下回ると大幅に売られると、まあこういう、まあなかなか株式市場の期待にですね応えるには非常にまあ企業側は辛いなという感じのする、まあそういうマーケット環境に今なってきていますね。まあそして今日はいよいよ雇用統計がアメリカ、日本時間の午後10時半にアメリカの1月の雇用統計の発表が行われます。米国野村の予想によると、1月の雇用統計は前月比でですね、非農業部門の雇用者数増が16万人という予想をしているようですね。そして平均時給は 0.2% ということを、まあ、予想しているようです。まあこのところですね、上流通の求人数は多かったけれども、 ADP 雇用統計はあまり芳しくなかった。で、今日のまあ発表になりました失業新規失業保険申請者数もですね、まあ予想より多かったっていうことと、それからまあハイテク企業とかそういったところで結構ですね、1月はですね、まあレイオフがですね非常に増えているんですね。まあ12月に比べると2倍以上の勢いでですね、まあ要するに雇用を切った人員削減したということが、まあ、今日ニュースに流れていました。12月がですね、去年の12月が、まあ、34,817人の人員削減だったのが、なんと1月はですね、82,307人ということで、急激に人員削減数が増えている。で、その中身見てみると、まあ、金融が 23,238人。テクノロジーが 15,806 人。まあですから、まあいわゆる金融、そしてハイテクのテクノロジーのところ、こういったところがですね、まあ株式市場では非常にこう中心的に、
まあ中心となってですね活躍しているんだけれども、一方で人削減も行っているということなんですね。まあチャレンジャーグレイ&クリスマス、まあこれの状況を発表しているところによるとですね、企業のコスト削減がこの人削減のまあ主な原因だと、まあこういうことを言ってるわけですね。でまあ先ほどもちょっと言いましたけども、1月の21日から27日までの週の新規失業保険申請者数は、市場予想は21万2千人だったのが22万4千人ということで、前週比9千人増えたということになっています。ですから今日の雇用統計ですね、どうなるのか、このところこういった人員削減とか急速に伸びてる、増えてきてるってことにがですね、この1月の雇用統計にどんな数字をまあ出してくるのか、まあいつもの月以上にちょっと興味を持って見ています。まあと言いますのも、パウエル議長はですね、まあ、FOMC の後の記者会見において、とりあえず、まあ、インフレ率が確実に 2% 程度はそれを割れるか、まあ、あるいは 2% 程度になってくること、これが確実になるまで、すぐに利下げはしないと。したがって、まあ、3月の利下げの確率は高くはないんだということを言ったんですけれども、同時にですね、とんでもないびっくりするような内容の話をしてるんですよね。まあ、皆さんももちろんご存知だと思うんだけれども、利下げするためにですね、経済はしっかりしててほしいと。そしてですね、雇用もですね、まあしっかりしててほしいんだと。そういう環境の中でインフレだけ下がってくれば、そういう環境の時にですね、利下げをしたいんだと。まあ普通はですね、利上げをした後に景気が落ちてきたり失業率が上がったりして、これ以上まあ景気が悪くなり、そして不況になったりしちゃいけないので、そうならないように利下げをするっていうのが普通なんですけども、パウエルさんは昨日はですね、景気も良くて雇用も良い、そういう環境でインフレだけ落ちてくれば引き締めしすぎると良くないので、そういう環境で利下げをしたいんだっていうことを言ったわけなんですね。まあ私の記憶ではちょっとこんなこと聞いたの初めてだなと思うわけでして、まあ要するに景気が良くて雇用もいいってことは着陸しないと、ノーランディングだっていう話ですよね。だからソフトランディングどころかノーランディングをめがけて、そしてまあノーランディングという形でまた再度離陸するような時に、まあ何て言いますか、インフレ、まあそのインフレは再燃することはもうあまり考えてないかのような、まあ言い方なんですよね。で利下げはするということなんですよ。実際12月までのまあ FOMC のまあ、いわゆる結果発表の中のですね、声明文の中ではですね、まあ口ではいろいろ言ってもですね、何かあればいつでも金融を引き締める、まあそういう準備があるんだっていうことを常に言っていて、そして、インフレが再燃することを、まあとにかくそれは絶対良くないと。だから安易にその金利がですね、まあ金利が上がったものについてこれが打ち止めになる、もうこれ以上金利は上がらないってことも言えないし、かといって下げるなんてことはもちろん言えないという感じだったわけですね。ところが今回はですね、もう金利は十分引き締まったと言えるということで、まあ口で、パウエルさんの口からですね、まあもう利上げは終わったっていうことを、まあこれははっきり、まあ、口にしたわけですよね。ところが、まあ、市場がですね、3月からの、まあ、利下げを 100% 今年の1月1日まで織り込んでいましたから、これについてはその後のですね、いろんな経済指標でもって、
まあ、大体半分ぐらいに、まあ、50% ぐらいの確率に3月利下げっていうのは、まあ、下がっていたわけですけれども、パウエルさんがもう3月の利下げの可能性は高くないと発言したので、まあ、私はもう3月利下げについてはもう 10% か 20% ぐらいの確率まで落ちたのかと思っていたらですね、なんと今朝見てみるとまだ 40% 弱、まあ、37-38% ぐらいの可能性で3月利下げまだあるというふうにどうやら見てるみたいですね。まあでもそれはとにかく置いておいて、要するに景気も強い、雇用もしっかりで、インフレが収まる、そういう中で少しずつ利下げを始めますと。それを崩したくないからと。つまり景気も良くて雇用もしっかりしてるっていうものを、今の 5.25 から 5.5 っていう FF レートをずっと維持していたら、それが維持できなくなるといけないので、利下げをするかもしれませんと。年内にはと。まあもちろん年内っていうからって言って、まあ今年の年末っていう意味じゃもちろんないと思うんですけどね。まあほとんどの人たちが5月か6月には利下げすると。だけどまだ実はあれほど3月は利下げする可能性が高くないとまで言っても、まだ 37-38% の人はですね、3月利下げを織り込んでいるっていうことなんですね。ということはですよ、景気後退懸念がもうほとんど市場からはなくなってきてるってことですよね。FRB のメンバーも含めて。そういう意味で言うと、今晩の雇用統計、ある意味、まあ見物というか、これがですよ、非農業部門のですね、雇用者数の伸びの前月比がですね、大方の予想16万、18万とかね、こんな、まあ、ちょっと前まで20万超えてたわけ。これが大幅に悪いとか、あるいは失業率がですね、3.9。あるいは4とかなんてことになっちゃうとですね、話が全くひっくり返っちゃうわけですよね。うん、おそらくそんな数字は出ないと思うんですけれど、でもどうもね、やっぱりちょっとこう一本足した方じゃないけれども、ちょっと前まであれだけインフレの再燃とかまで言ってた話だったのが、もうそんなことは全く考えてないみたいだし、あるいは景気後退懸念もそれなりに持っていたし、今実際は世の中にはアメリカの景気後退についてやっぱりその可能性をまあ論じてる人たちも世の中にたくさんいるわけですよね。まあ商業用不動産のまあオフィスビルの問題もそうだし、まあ日本はですね、商業用不動産の状況は思いのほか素晴らしくて、空室率もあんま上がってないんだけれど、アメリカはもうかなりオフィスビルはこれ際どい状況に陥ってるわけですよね。で実際、まあこれによってですね、貸し出れを積まなきゃいけない金融機関が、まあ、ポコポコ出て、出てきているわけです。しかしこの話も前からずっと前から言われていたのになかなか顕在化しない。まあしかしながらリスクとしては残っている。そんな中で全くそういうリスクを考えていないからのような発言がまあパウエルさんの口から出てきているってことに、まあ、私はちょっと違和感は感じているんです。まあどうなるか何とも言えませんけれどね。まあでもそれにしても日本株の強さっていうのはすごいなと、まあ改めて思ったわけですね。まあそれからこのところNISAが始まって、積み立てのNISAがまあ海外の株式に行っているので、まあこのことも含めて日本から外に投資が膨らむから、もう円安は岩盤なんだと、もう円安にがもうずっと続くんだということを言ってらっしゃる方とってもおられ、たくさんおられて、確かに今の 現段階ではそうかもしれませんけれど、まあ、こういったものっていうのは流動的でしてね、やっぱりマーケットが日本はいいけど海外はもう一つだなってことになりゃですね、そんなものは中身が入れ替わってくるってことは十分あり得る話だし、もう最もらしい話の方がですね、まあやっぱり後から見ると誰もが疑わない、まあ最もらしい話というのが、まあある意味後から見たら落とし穴だったねっていうことは、まあ今までの経験でもよくある話です。まあそういう意味からするとですね、そんなにもうこれから円安が進むっていう感じもないのかなっていう感じもしますし、またアメリカの
まあ、景気も雇用ももう絶対大丈夫なんだっていうような話にはおそらくならないのではないかなと。まあ、そのきっかけが今日の雇用統計なのかどうか、それはまだ分かりませんけどね。ひょっとしたらそれ、今日の雇用統計がそういうきっかけになるっていうこともですね、まあ、頭に入れておきたいなと思っています。KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですねやっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね、KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。